どうも、アメジンです。最近遊ぶという言葉について日本人友達と話していたんですけれど、皆さん遊ぶの英訳は何でしょう？遊ぶの英語は何だろう。あ、to play は半分正しいです。実際には大人はその言葉は使いません。もし大人はお互いに使ったら、you wanna play with me? そう、変態になります。じゃあ誰が to play を使いますか？答えは子供です。子供しか使えません。大人が子供に対して使えますが、大人がお互いに使うのは変です。では大人が何を使えばいいですか？答えは hang out。 to hang out、 to hang out。 過去形は hung out、 hung out、 hung out。Hey, do you want to hang out sometime? Sure. 子供は hang out しませんが、play します。そして大人が play しませんが、hang out します。日本語ではこんな言葉は一緒で全然わからない人もいるでしょう。皆さんどう思いますか？勉強になりましたか？どうぞコメントしてください。あと登録もよろしくお願いします。はい、バイバイ、ピースガイズ。